次に伊佐真一君。伊佐真一君。公明党の伊佐真一です。今国会でも引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。まず私も冒頭申し上げたいのは、この法案審議の前に一言この北朝鮮の核実験について、申し上げたいと思います。この北朝鮮が核実験を行ったこの1月の6日、この日に我々公明党でもこの声明を発表させていただきました。で、私が申し上げたいのは、このなぜ北朝鮮が核実験をするかという点です。で、もうこの根本的な原因はそもそも何かというと、核兵器自体が未だこの安全保障の世界で大きな役割を占めているというところにあると。で、ここが大きな問題だというふうに思っております。この核兵器のこの安全保障の世界での役割をいかに軽減していくか、また動機をいかに減らしていくかということが非常に重要だというふうに思っております。で、これは、まあ、我が国が国連に提出しております、この核兵器の廃絶の決議の中でも含まれておりまして、まあ、こうした機会、本当にこの日本がより一層、まあ、このまあ、役割の軽減というものを主導して行っていくべきだということをまず冒頭申し上げたいというふうに思います。それでは法案について質問させていただきます。先日この自衛隊の協力諸団体というのがございまして、そこの新年御礼会にも顔を出させていただきました。で、その中で現役の自衛官の方々もいらっしゃって、いろんな、まあ、意見交換させていただきましたが、よく声を耳にしたのは、この景気が良くなるほどこのいい人材を確保していくのが難しくなるというようなお話を伺っております。つまりこの景気が上向いていけばいくほど、その中でこそよりこの自衛官の処遇もしっかりとこの確保していく必要があるというふうに思っております。まあ、そういう観点で今回の法改正というのは非常に重要な法案だと思っておりますが、一方私が今危惧を持っておりますのは、この即応予備自衛官あるいは予備自衛官の状況です。で、まあ、合わせて予備自衛官と申し上げますが、平時は別の仕事をされていると。で、その中で、まあ、訓練もされて、で、いざとなったら、ことが起これば、収集されて、そして、召集されて、ことに当たるという方々です。で、東日本大震災でも、3000人近くの即応予備自衛官、あるいは予備自衛官の方々が召集されて、この現場での復旧復興に当たられたというふうに伺っております。で、ところが、この即応予備自衛官の従属率が、非常に低いと。平成26年末で 59.6%、 あるいは予備自衛官も非常に低い 67.6% と、いざとなったら足らないというような状況になっております。で、これをどうやっていくかというのはまた一つ大事な課題ではないかというふうに思っております。昨年はこの防衛省からも税制の改正要望があって、この税制改正にも挑戦されました。で、この予備自衛官が予備自衛官を企業が雇用した場合に、その新しく雇用した人一人当たりについて、この法人税額40万円控除しようというようなもの、この与党間でも協議を行いましたが、残念ながら昨年実現には至りませんでした。私自身も非常に残念だというふうに思っておりますが、まあ、こうしたこの即応予備自衛官あるいは自衛官に対するさまざまな取り組み、これ、充足率向上に向けて防衛省どのように考えておられるか伺いたいと思います。はい、美山人事教育局長。お答え申し上げます。今先生方からご指摘ありました通り、予備自衛官即応予備自衛官の充足率は残念ながら7割6割というレベルにとどまっているところでございます。で、これらの予備自衛官の充足向上は非常に大きな課題だと考えているところでございまして、現在の大綱においても予備自衛官等の充足向上のための施策を実施することとされておりますし、中期防におきましても予備自衛官等本人、そして予備自衛官等の雇用企業のインセンティブを高める施策などを実施するとされているところでございます。まず現在行うことを、まあ、開始したものといたしまして、本年度27年度におきましては、予備自衛官制度に対する社会的な関心と理解を深めることを目的といたしまして、予備自衛官等を雇用し訓練に出頭しやすい環境づくりなどの協力に努めた事業所を評価認定する予備自衛官等協力事業所表示制度を導入いたしました。これはパネルのものを準備いたしまして、ぜひそういう事業所の事務所とか店頭に飾っていただくということで、我々としてもインセンティブを高めていただくというものでございます。また
税制、28年度税制要望を私どもいたしましたが、それについてのお話もございました。残念ながら今回は税制改正が認められるに至りませんでしたが、こうした施策もですね、さらに、こうした施策を含めまして予備自衛官等の重装工場との施策をについてですね、各種施策のあり方、具体的な制度設計、そしてこれらの施策により得られる効果などといった課題についてですね、さらに我々検討を含めまして、税制の点も含めましてですね、次回にはご理解を賜れるようにさらに一層努力してまいりたいと考えております。石原慎一君、ありがとうございます。ぜひその、即応自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官になられる方、その方に対して、あるいはその方を雇用する企業に対するインセンティブをどうやって与えていくかということは非常に大事な課題だと思っておりますので、引き続き取り組みよろしくお願い申し上げます。限られた時間でありますので、先に大臣に一問通告させていただいておりました点について質問させていただきます。大臣は平和安全法制の担当の大臣でもいらっしゃったわけですが、昨今一つ課題な議論になってさまざま報道でもされております南シナ海の問題ですが、今米国がこの航行の自由作戦というものをしております。でここに日本も参加するのかどうか、あるいはこうした警戒監視活動、日本も乗り出していくのかどうかというところ、さまざま声があるわけですが、先般の1月7日の、本会議で総理、はっきりとこうおっしゃっております。つまり、航行の自由作戦、米国のこの自由作戦には参加しないと。また、この警戒監視活動も現在、日本は行ってないし、そのような具体的な計画もないというふうに明言をされておりました。で、私ちょっといろんな方、これ話を聞いておりまして、ちょっと誤解があるなと思うところがあります。それは、今回のこの平和安全法制が、こうしたこの自衛隊の警戒監視のこの活動任務に対して、大きく道を開いたんじゃないかというような、この話をされる方がいらっしゃいます。この平和安全法制ができたことで、例えば今回の南シナ海であったり、あるいは、日本から離れたその他の地域、そういう場所で、この、より、この日本が積極的前のめりになって警戒監視でどんどん行くことができると、こういうふうになったんじゃないかという思いを抱いていらっしゃる方々も声を伺いました。で、果たしてこの大臣、この警戒監視というこの行為は、この任務は平和安全法制の成立によってそもそもその根拠が拡大したのかどうか、で、私はそもそもこの判断もまたこの根拠も今までと何も変わってないというふうに思っておりますが、大臣いかがでしょうか。中谷防衛大臣。はい、委員ご指摘のように全く変わっておりません。この警戒監視活動につきましては、防衛省の所掌事務を規定をいたしました、防衛省設置法第4条第18号、これは所掌事務の遂行に必要な調査研究を行うこと、これを法的根拠として実施をしているところでありますが、平和安全法制が成立した後においても当該の規定については何ら変更がありません。いずれにせよ総理が発言をされたように、現在自衛隊は南シナ海において常時継続的な警戒監視活動を行っておらず、またその具体的な計画を有しているわけではないわけでございます。石原慎一君。大臣ありがとうございます。最後に一問だけ質問させていただきます。この安倍政権での新三本の矢、経済と、でもう一つは希望出生率 1.8 を目指すと、あるいは介護離職ゼロを目指すと、これで全国自衛官24万人いらっしゃいますが、この24万人の自衛官に対しても、この自衛官それぞれが希望出生率ゼロ、1.8、あるいは介護離職ゼロを目指すということを目指すのかどうか、また具体的に何か行っていく、この思いがあるかどうか伺いたいと思います。宮間人事教育局長。自衛隊に対しましても、今ご指摘のありました希望出生率 1.8 等の施策、こうしたものの、こうした趣旨に基づきまして、我々も勤務体制の管理を行っていきたいと考えているところでございます。具体的に申し上げますと、我々も公務員全体にある制度ではございますが、育児休業、介護休暇等の各種制度の利用を促進、固定的な役割分担意識の解消に関する意識啓発、こうしたことに取り組んでいきたいと思います。また同様でございますが、テレワーク、これは在宅における勤務を可能とする方式でございますが、こうしたことの推進、フレックス制、
の導入、こうしたものに向けた検討をしていきたいと思います。そして自衛隊に特有のものといたしまして、庁内職場内託児施設の整備、これは万が一の災害派遣等の場合にもですね、お子さんを預けていけるような体制を普段から整備しておくということでございます。緊急登庁の際の緊急登庁の際の子ども一時預け、これも同様でございます。こうしたことの整備、そうしたことをしていきたいと思います。失礼しました。前者は事業所内保育所の整備ということで、これも合わせて行っているところでございます。こうした施策を推進いたしまして、多様な働き方ができるという体制を組んでいきたいと考えているところでございます。委員長、伊佐伸一君。ありがとうございます。今回の給与法案というのは、この自衛官のこの処遇についての法案でありますが、私が常々思っておりますのは、この自衛官、現場の本当の極度の緊張の中で仕事をされていると、そしてその中で使命感とか責任感というのをずっと保ちながら仕事をされて、でこうしたこの自衛官の現場の自衛官の思いというのをしっかりと我々受け止めて、今国会でも議論してまいりたいと決意を申し述べまして、質問とさせていただきます。ありがとうございました。